箱崎パーキングエリア内にある案内図ロータリー内の信号 TCAT から箱崎パーキングエリアが併設されている首都高の東京東局前景を望む箱崎ロータリーから一般道に降りる出口は複数あるロータリー中央は一般車も下れる一般車でもとカットに侵入しなければ1階に下れる箱崎ロータリー1階出口から B1 の地下駐車場に行ける 箱崎ロータリーは東京都中央区首都高速道路箱崎ジャンクション直下の箱崎フロアに設置されているロータリーである。箱崎 JCT の本体そのものは6号、向島線と9号深川線を本線同士で直結しているが、ジャンクション西側に箱崎出入り口が東側に浜町出入り口、清洲橋出口が存在することから、 これらの出口へ流出する車及びこれらの入り口から流入する車の処理のために、ジャンクション本線の仮想に、これらの離合集散のための時計回り、一方通行のロータリー交差点を設けたものである。箱崎ロータリーの存在により、箱崎、浜町、清洲橋の各出入口は6号向島線、7号小松川線、9号深川線のいずれの方向とも、 アクセスが可能となっている。箱崎ロータリーは、箱崎、浜町の各入り口から首都高速道路に乗る際と、6号向島線、9号深川線から箱崎出口の標識に沿って降りる際に乗り入れることができるが、道路標識等で箱崎ロータリーの存在は積極的に案内されていない。6号向島線の本線直下に設けられているため、 細長い楕円形の形状をしており、折り返しの部分は急カーブとなっている。西行き方向の一角には、箱崎パーキングエリアが設けられており、各室入口同様、いずれの方向からも、またいずれの方向へもアクセスが可能となっている。ロータリー中央には、東京シティアターミナルが位置しており、TCAT3 階の成田空港行き事務人バス、乗り場がロータリーに直結しているほか、 ロータリーから TCAT1 階北側へ降りる専用出口を経由して TCAT 地下駐車場へ連絡している。ロータリー内は9号深川線がロータリーに侵入する場合に一時停止信号機が常時点滅している。また浜町入り口とロータリーの合流は昼間は信号機による制御、夜間は点滅信号機による交通整理を行っている。 複雑かつ、見通しが悪く、初心者には分かりにくい構造のため、逆走や一時停止違反が頻発している。箱崎入り口からの合流、分岐の位置関係について記す。合流、分岐は、ロータリー本線側から見た合流、分岐の位置関係。突起なき箇所はすべて、左車線との分岐、合流。車線の詳細は、箱崎ロータリー拡大図を参照。 首都高速6号向こう島線江戸橋 JCT、箱崎 JCT、箱崎ロータリー、箱崎出入口、浜町出入口、清須橋出口、箱崎パーキングエリア両国ジャンクション、駒形出入口首都高速9号深川線、箱崎 JCT、箱崎ロータリー、箱崎出入口、浜町出入口、清須橋出口、箱崎パーキングエリア福旧出入口、 ありがとうございます。